にということで今回もやっていきたいと思います。さあってことで、まあ私もこの洞窟に入っていかんといかんってことよね。ルート9トンネル言いづらい。あ、なんか落ちてる。びっくりした。アイナはピントレンズを見つけた。弱点が見えるレンズ、持たせたポケモンの技が急所に当たりやすくなる。おお、いいやん。なんかめっちゃ暴れよるぞ。おらんくなったんか。どうも。歌えや踊れや、この世はパーティー会場。ポケモンも私もチームは踊っている時が生きている時。お、二人組で来るんか。ダンサブルユニットの龍馬と響が勝負を仕掛けてきた。ダンサブルユニットやって。いいね。かわいい、マラカッチかわいい。こっちはね、全然可愛くない子たちやけど。もっと自分のポケモンに愛情を持ってください。何が効くんやろう。なんだろう。まあとりあえず頑張っていこう。よし。毒か。いやでもこっちにはそんなに効かないから。跳ねるかと思った。根を張る。原始の力。毒ということは何が効くんだ。そっちはレベルでご利用しかな。今の感じはレベルでご利用しな感じやったね。まあ、このまんまでいっか。当て身投げ。よし。濁流。毒には鋼フェアリー鋼か。わからねえ。いまいちこうその辺のタイプが把握できねえ。濁流。こんなん確実に人間も流されるレベルやけど。そこはそっとしておいてあげましょう。効果抜群なんかと思った。違うのかい。このポケモンかっこいい。なんか一匹ずつ。まだいる。おお、終わりや。ポケモンと技が入り乱れ、最高に浮かれ気分だよな。表情と合ってないよ、言ってることが。元気になる方法、ズバリダンスをエンジョイすること。こっちは表情と合ってますね。なんかめっちゃスタイルいいね。負けちまうとどうしても辛気臭いナンバーを立ちまうな。ダンス対決なら負けないよ。お互いのいいところ伸ばそうよ。そして木の実を。あっこにおるポケモンなんなんやろう。なんかすごい頭が尖っとるけど、捕まえたことないポケモンかな。ちょっと捕まえていこう。そしてトンネルの中にも新しいポケモン出てくるかな。お、はい、来た。ヤクバリス。どこに行っても全国各地におるわけやね、ヤクバリスは。素晴らしいやん。生息地めっちゃ広いやん。あ、カムラの実以外は全部。タンガの実、ヨプの実。君は誰だい。全然動かんけど。野生のカチコールが現れた。お、氷系。姿、名前からして間違いないでしょう。ゲットしたい。一発でやっつけてしまいそうな感じするな。何で行けばいいかな。ペロッパフ、鬼氷。ペロッパフも結構レベル高いんか。ホエルコで行こう。別にタイプの相性的にもそんな効果抜群とかならんやろ。順調にホエルコで体力を削っていき。よし来い、捕まってくれ。お、はい、来た。やったね。一発嬉しい。お、トリトドンレベル44。カチコールのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。カチコール、氷海ポケモン。氷点下100度の冷気で空気中の水分を凍らせ、氷の走行で身を守る。ごつくなりそうな感じせん、この子。なんかあとはもう新しいポケモンはおらんかな。また出てきた。さあ進んでいこう。あ、どうも。鼓動があるんやね、ちゃんと。いや揺れている。揺れに合わせて自分も揺れたら。いやー、無意味ですな。何が言いたいのか意味がわからねえ。なんか人がいっぱいおるね。
あのロゴがいっぱいのマント、走っていたのはチャンピオン。なんであんな格好でずっとうろうろしようやろうね。目立ちすぎるやろ。ナックルシティ大丈夫なのかな。え、てか女の人の方がめっちゃ硬いんやけど、びっくりする。すごい揺れだ。ダンテさん、みんながすごいびっくりしてる。なんでここで野生のダイマックス、野生のダイマックス、マジでここで赤い光が一体何なの。え、通して、向こう、え、あの、通してくれないですかね。通れないんですかね。めっちゃ響いた。あ、通れた。ナックルシティに向かいましょう。お、ホップやん。はいな。はいはい。何が起きたか知ってるのか。衝撃音。そうだよ、兄貴なんだよ。しごって音がしただろ。赤い光が湧いてきてさ、近くにいて野生のポケモンがなんとダイマックスしたんだよ。それは恐ろしすぎる。ポイントが増えたってこと？ワイルドエリアだけじゃなく。ほら、ニュースを見てみろよ。読めない。あ、ニャイキングじゃない、これ。ほら、兄貴だぞ。最強にかっこいいよな。そういうことじゃなくて。暴れるダイマックスポケモンも、兄貴とリザードンであっという間に沈めたんだ。兄貴の強さ、改めて分かった。よし、アイナ、兄貴に会うぞ。ナックルスタジアムに急ごうぜ。あっこのトンネルはずっとエール団に塞がれとったところかな。うおー、大きい大きい。あ、これなんか上行けるんじゃない？行けんかった。あ、全然行けんかったし、なんかぶつかった。自分で呼びましたよね。エパルダス。逃げる逃げる。おお、逃げられねえ。多分ずっと、あっこエール団が塞いどったトンネル。あ、そっか、エール団たちの町やけんってことか。あっこ抜けた先が。そういうことか。さあ、それじゃあ、行きますか。ついてこないで、ニャイキング。君ももう持ってるから。あれ？ここの人たちは初めまして？あなたが強いこと分かりましたよ。ぜひお手合わせお願いします。あの黒いテントいいね。綺麗やね、なんか。ジェントルマンの望むが勝負を仕掛けてきた。ジェントルマンなら勝負を仕掛けてくるなよ。二段ギル。おお。鋼系とかかな。何系の技が効くかわからないので、いろいろ試してみたが、面倒くさくなったので、結局エースバーンでゴリ押しすることに。ホットデスはどこで出てくるの？野生。ほらね、私には分かっていましたよ。何その最初から。保険かけてる感じ。敵を作らない生き方、それがジェントルマンのスタイルさ。なるほど。なんか落ちとった今。イエーイ。技マシーン58、ダメ押しを見つけた。そのターンに相手がすでにダメージを受けていたら技の威力は2倍になる。誰か覚えとったよね、ダメ押し。うちの自慢のニャハトちゃん、キャンプをしてたら興味を拾ってきてくれたのよ。これって私たちが仲良しの証かしら。ぜひうちの可愛い子ちゃんたちと遊んでいってくださいな。ニハト？何それ、どんなポケモン。全然わからんねえけど。それなら見ていけばいいのに。こっちの方には別に何もない。あっちまっすぐ行ったところかな。あ、ここか。右側には行ったことなかったってことか。あ、ここに。ここにモルペコや。モルペコ捕まえてなかったよね。まあレベル的には弱いんやろうけど、図鑑、え、弱くなかったそんなに。お、思ったほど弱くなかったぞ。ちょっとびっくりしたんですけど。何で行こう。ペロッパフ。ペロッパフで草系で行こうかな。よし、捕まえていこう。きっと弱いけんめっちゃ余裕で捕まえれるはずとか思ってしまった。思ってしまった。モルペコは進化しないの？こういう携帯が変わるだけ？攻撃力上がったりとかしよんかな、あれ。別に関係ないんかな。それとかタイプが変わりよったりとか。別にしない？わからん。この時は電気タイプやけど、あっちの携帯では悪タイプとか。あ、ペロッパフ。ピンチピンチ。マジで動けない？じゃあと一回攻撃したら捕まえれると思うんやけど。ちょ、待って。
いやでもここで使っていくのはちょっともったいないよね。ってことでどうしよっか、鬼氷でいく。いや鳥とどんはちょっといかんね、水やんね。鬼氷でいこう。よし来い。いやーいかついっすね、でかなんか思った以上にでかかったんやけどびっくり。これは自然に入れ替わるってことなんかな。凍える風、氷の牙、かわいいもうめっちゃ怖いやん、怒ったら。かー当たらない。ちょ頑張ってよ、頑張って抑えて。あマジでイチャモンってそういう感じなんや。凍える風、おう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 、どや。あーでもいい感じ、どうやらいけるかな。もう一発いったらなんかちょっとやっつけそうな感じがするけん、これでいきたいんやけど。捕まってくれ。おお、やったー、モルペコゲット。ずっと欲しかったんよマリーの見てからやったね。お、赤投げレベル55、バカ力、格闘系よねこの技。もうすでにあれなんよね、全部格闘で埋まっとるけど。すごい力を発揮して相手を攻撃する、自分の攻撃と防御が下がる。でもすごい力発揮してくれるんなら、何がいいかな。無駄に悩んでますね。リベンジ、起死回生。じゃ起死回生忘れてバカ力にしようか。よし、オッケー。なんか強力な技ばっかりやね、どうしていこうか迷うわモルペクのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。モルペコ二面ポケモン、満腹模様、いろんな模様がおるってことこれ。え、よくわからんけど、なんか違いあったかな。いつもお腹を空かせている。ポケットのような袋に入れた種を食べて電気を作る。どこにあるんやろポケットのような袋。それもわからねえ。謎だらけですね。でも満足。満足満足。これは新しいポケモンかな。逃げないで。くっそ逃げられた。え違うんだ、君じゃないんだ。この辺のはもう捕まえとるポケモンやしね。こうなんか結構弱いポケモンとかやったらさ、なんかそういうのを捕まえるためのボールあったやん。レベル差があるほど捕まえやすくなるみたいな。それが使えるかと思ったんやけど。あー追いかけてこないでくださいあ、そっか、ナックルシティこの先やっけ。え、これさ普通にあれじゃない、空飛んでいけばいいんじゃない。そういうことじゃない空飛んでいったらいいんやない、ナックルシティに向かうの。ここやろ目的、ナックルシティ。飛べるやん。飛べましたね。はい、着いた、回復しとこ。よしよし、回復してくださいまし。ごついなあみんなごついなあ。まあ後半になったらそうなってくるかな。よし、ほい。ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。じゃあもう次回はジムに挑む感じなんだろうか。よかった、なんかね、空飛んで移動できて